こんにちは、こんばんは、たけちゃんです。今日も動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。はい、今日ですね、何話そうかななんて思ったんですが、ほっといたらね、危険な感情っていうことで、まあいつかね、呪いがにね変わってしまうっていうようなね、そんなね話をしようかななんて思います。まあ呪いって聞くとね、本当にね、なんかね、驚しいようなね、そんなね感じもしますけど、まあ呪いって言いますと、まあよくね、イメージするのがなんか黒魔術だったりとかね、日本でいうと藁人形だったりね、まあ儀式的なね、そんなものでね、呪いをかけるみたいな、そんなものをね想像する方いらっしゃると思うんですけど、まあそのね、日本のね藁人形、まあ自分もね、実際ね、あの木にね、なんかね藁人形がね、こう釘でね刺さってるのを見たことあるんですけど、それ見ただけでもね、なんかね背筋がゾーッとしたようなね、そんなことをねちょっとね思い出したんですが、藁人形ね、本当にね、その効果っていうのはねすごいらしくて、実際正式なねやり方をするとなんですけど、素人がね遊び半分でやるとね、本当にね自分にね呪いがかかってしまうみたいな、そんなこともね聞いたことありますし、それってね、本当に対象のね方、藁人形にねされてしまった方っていうのは本当にね、病気になったりとか、不幸になったりとかするんですけど、それをねやった人にもね、本当にそれ以上のね不幸になるっていうようなね、そんなことも言われていますのでね、そういったね呪いの儀式っていうのはね絶対やんない方がいいっていうようなねことで、やる人なんてねそうそういないとは思うんですけど、それね、儀式としてそういう風にねやっていなくても、日常でね無意識のうちに、呪いをね自分自身にかけてしまっているっていうようなね、今日はそんな話なんですが、それね、どんなことでね呪いにねかかってしまっているかっていうと、それ本当に気をつけなきゃいけないのは、それは何かっていうとね、3つありまして、1つがね、恨みでね、それで2つ目がね妬み、それで3つ目がね怒りっていうね、この3つの感情っていうのはね、いつしかね呪いって言ってもね、そのね恨んでるとかね妬んでる対象じゃなくて、怒ってるね対象ではなくて、自分に呪いがねかかってしまうっていうようなね、そんなことですので、この3つの感情っていうのは本当にね気をつけなければいけないっていうことなんですが、まずね、強力な方のね、恨み妬みっていうね、その2つっていうのは、これってね、一回ねそういう風にね恨んだり妬んだりすると、それっていうのがね脳の中で何倍何十倍何百倍、時にはね何千倍にもね、こうぐる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 それがねなっていってしまって、それでねやがてそれが自分のね、にね、なんか呪いをかけてしまって、自分がねどんどん不幸になってしまうっていうことなので、いつだかね、何回か前のね動画でも比較をしないっていうことを言ったんですけど、妬み恨みとかね、妬みっていうのはね相手とね比較するからね、妬んでしまったり恨んだりしてしまうっていうことは、比較をしないっていうことはねすごく大事だと思います。それで怒りっていうね感情、これっていうのはね、なんか妬みとね恨みとねよりはねかなりね弱いと思うんですけど、なぜかっていうと、怒りっていうのはね、一瞬で、瞬間湯沸かしとかねよく言うかもしれないですけど、一瞬でね、そういったものはね消える、長くてもね数時間とか、ずっとね何日も何日も怒ってるっていうことってね、怒ってるっていうことってねあんまりないと思うんですけど、でもね、すぐにね怒りが収まらない時っていうのは、だんだんそれがね、恨みとかそういったものにね変わっていってしまって、恨みとか妬みっていうのがね本当にね強力な呪い、自分に呪いがねかかってしまう、本当にね強力なものですので、怒りっていうのもほっといてはねいけないということで、じゃあどうすればいいかって言ったらね、その都度ね発散するっていうことがね一番大事なんですが、発散って言ってもね相手に対して怒鳴り散らすとかね、そういったものではなくて、本当にね何か別のことでね、怒りでね怒りに任せて、発散するのではなくて、別のねことにね発散するっていうのがね本当にねそれが大事で、でもね、なかなかね発散ができないっていう人にねおすすめの方法っていうのは、
そういったね、まあ、人を許せないそんな気持ちを持ってしまって自分を許してあげるっていうようなね、そんなことをすると怒りっていうのはね、まあ、かなりね収まるっていうか、まあ、その恨みとか妬みにね変わらずに済むっていうことなんですが、まあ天国言葉にもね許しますっていうものがねあると思うんですけど、それっていうのは許しますっていうのは相手を許すんではなくて許せない自分を許しますっていうそういった意味合いがありまして、まあ、結局ねそういってね、まあ怒り、まあ、怒ってしまう自分がね嫌で嫌でそれでね逆に自分に対してもね怒ってしまう怒ってしまうっていうようなねそんな連鎖がね続くと思いますので、そういったことをね怒ってしまう自分をね許しますっていうようなねそんなことをすると、まあ、かなりね効果的だっていうことで恨みとかね妬みに変わらないっていうことです。それで恨みとか妬みもね、まあ、本当にね一回そういう気持ちになるとなかなかねそれが抜けないっていう方、まあ、そういったことをね、まあ、思ってしまう自分をね許してあげるっていうことでかなりね、まあ、楽になるっていうことですので、まあ、恨みとかね妬みそんなものをね持ってしまった時、まあなんかねそうやって思ってしまったら、あいかんいかんっていうふうにね思って、でもね許せないんだったらそういうね許せないっていうかねそういう気持ちになった時はそういった気持ちになった自分をね許してあげるっていうこともね本当にね大事な、まあ、作業なんじゃないかななんてそんな風にね思います。なのでね、まあ、恨み妬みっていうのがねずっとずっとねもう持っているとそれがねやがて自分に対して、まあ、呪いにねかかってしまう、相手にね恨んでる相手にねそれっていうのは全然効果がない、まあ本当のね儀式、まあ、正式なね儀式みたいなそんなものではね相手にもねそういった効果っていうのはあるんですけど、でもね自分にもそれ以上のね、まあ、効果を、ね、発揮してしまうということで、まあそんなね人をね恨んで妬んで、まあ、呪いをかけるようなねそんなようなことをすると自分に本当に跳ね返ってきて自分がね本当に不幸になる呪いがかかってしまうっていうことですので、本当に恨みとかね妬みそういった感情をね持たない方がいいって言うんですけど、持ってしまった時はそういったね自分を許す、怒りもそうですね、怒りもそういったね許せない自分を許すっていうようなねそんなね思考をね持つといいっていうことですので、ちょっとねなんかね呪いみたいなことをね聞くとなんかおどろおどろしいようなそんな話にねなってしまうかもしれないんですが、まあそれをねまあ日頃からね、まあ、意識っていうか、まあ、そういったね感情をね持たないようにするためには自分を許すっていうことがね一番大事ってことをちょっと伝えたって今日の話をしてみました。はい、ではね今日の話が良かったなって方はグッドボタン、またはチャンネル登録、まだの方はぜひチャンネル登録お願いします。はい、では今日も最後まで動画をご覧くださいましてどうもありがとうございます。たけちゃんでした。ついてるついてるついてる、ありがとうございます。